何やってるんですか、ここで。ビラ巻きしてるです。ビラ巻き、はい。ビラ巻きって何ですか。あ、お客様にちゃんと話して、それでお願いして、もし大丈夫だったらよろしくお願いします。え、どこに。オレンジ5。どうしたの。一緒アホガイドするね。ちょっと待って、 JTV。 じゃあこれ、ね、優しいですね、これで、はい、バイバイ。バイバイは。バイバイ。バイバイ。で、これは KTV です。KTV？ この仕事は長いんですか？ビラ巻きの仕事はまだ新しいですね。まだ新しいの？はい、ちょっと恥ずかしい？少し、でもしょうがないです。しょうがない。え、どれぐらい、このビラ巻きやってどれぐらいですか？今もうまだ2ヶ月ぐらいですね。2ヶ月？じゃあ前は仕事はお店の中だった、うん、チーママです。前チーママだったんだ。はい。そのママさんは何年ぐらいやってたの。1年とか2年とか。違う、7年です。え、すごいね。それなんで辞めちゃって。あれ、パンデミックした時それ辞めちゃったです。その仕事、お店も閉まったから。ちょっとさ、うるさいから、この角っこがいい。そうね、そのお店は新しいんですか。あ、まだ1ヶ月です。7月のとかかな、始まった、オープンしてた。で、私はラストウィークだけが仕事、クレビラ巻き始まった。じゃあまだ1週間。ビラ巻きを始めたのは2ヶ月なんだけど、2ヶ月、ね、このお店はまだ1週間。あの、ここのお店にビラ巻きは1週間ぐらいで、他のは1ヶ月の半分の。じゃあこの前のビラ巻きって何のビラ巻きやってたんですか。あ、一緒、お店も、店。あ、お店なんだけど違うお店のビラ巻きやってたんだ。違うお店で、はい。でもこれは今新しい。あ、ここでいいかな。ここちょっと暗いけど、ここでいいかな。それでママ7年やってたんでしょ。あそこは時々始めた時は、うん、と最初アプライした時タレントです。それはなんでチーママになったの。多分ベテランだからね。ベテランだから。そんなことない。多分日本コミュニケ、お客様にコミュニケーションができるから。あ、日本語が上手だから。はい。あとその前は一人のママに辞めちゃったから。辞めちゃったから。で、あと一人のチママに探してる。あれ、たまたまそこのお店中が一番ベテラン、私から。だからそれ社長が。それタレントどれぐらいやってたんですか。あそこで2ヶ月な。2ヶ月。でも前、元前はタレント最初仕事してた。あ、ずっとタレントでやってきて、はい、それで、前のお店の時に2ヶ月やった後に、はい、チーママになったんだ、はい、それでパンデミック COVID の時それもスタッフになった。で、田舎に帰って、で、去年が9月の29日にマニラ戻ってます。で、またチーママのことの仕事を探してるけど、あんまり難しいね。難しいって、あんまり募集してるとこがなかったんだ。あんまり、はい、ビラ巻きの仕事がチャンスある。それで私話してるから、それがトライしてたです。なるほどね。理解したいです。本当だけどママの仕事をやりたかったんだけど、はいはい、ママ今募集してるお店がないから、ちょっと日本語喋れるしビラ巻きやろうかなっていう感じで、はい。で、やってみたらどうですか、ビラ巻きは。ビラ巻き最初は本当大変ですね。大変って、はい、例えばここの仕事いっぱい、ビラ巻き人もいっぱいあるです。だからチャンスが少ないです。ビラ巻きいっぱいあるって、ビラ巻きやってる人いっぱいいるもんね、ここ。はいはい。だからチャレンジしてる。で、今2ヶ月でしょ。ちょっと慣れてきましたか、はい、今もう少しできるな。で、お客さんもじゃあ行こうかって言って一緒に来てくれるんだ。はいはい。ああ、いいですね。ちなみにお客さん一人連れてったらお金もらえるとかなんですか。そうじゃなくて1日いくらなんですか。今私の給料秘密だけ。あ、秘密、もちろんもちろん。それが1ヶ月1日でもらえるんですか。1ヶ月で多分15かな。15日の日に給料日なんだ。はい、はいはい。えー、
わかりました。じゃあちょっと今からそのお店行ってみますか。お願いします、まあ、じゃあこれ見てください。じゃあここのお店に一緒に行けばいいんだね。大丈夫です。そうするとあなたは何かもらえるんですか。違う、あれはポイントだけ。あ、ひらまきもポイント制なんだ。そうあります。あ、よく見頑張ってるかな、頑張らないけど、そのことだけ。なるほど。ポイントがいっぱいあるからってお金もらえる、いっぱいもらえるわけではないんだ。ないです。わかりました。じゃあ今から一緒に行って。あ、ですか。頑張ってるっていうふうに、はい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 、じゃあちょっと一緒に行きます、はい、ここから近いんですよね。あ、ここだけ。こっちで今ちなみに、あ、ごめんなさい、名前聞いてないですね。名前言っちゃっていいですか。あ、ララ。ララ？ララ。ララ。あ、わかりました。ララちゃん、ちなみにおいくつ、何歳だから大丈夫ですか。あ、私は、うん、難しいな本当は40歳です。あ、40歳、はい、ちなみに何時から何時までなんですか。あ、お店、いや、じゃなくてあのビラ巻きの仕事は何時から何時までなんですか。7時から3時の朝まで、うん、朝の3時まで。はい。で、あの12時スナックタイムあるからね。あ、スナックタイム、ブレイクタイムのこと。はい、ブレイクタイム。スナックタイムって言うんだ。ブレイクタイム。スネスナックタイムって。なんか学校ですね。なるほど。あ、もう近いですか、ここら辺。あ、もう少し。なんか変なとこに連れて行かれることはないですよね。ないですよ。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい。クヤもビラ巻き？はい、ビラ巻き。ビラ巻き多いよね、本当ね。それで、うん、で、あのだから私は、うん、そこの場所は誰もいないでしょ、ビラ巻き一人だけ私。あ、けど。そこが一生懸命頑張ってるね。なるほどね。他のビラ巻きはさっきのとこにいないから。そう。なるほど。自分だけだもんね。だけど暗いって怖くないですか？暗いとこだから。怖くない。怖くない？だから私のスタッフも一緒に。あ、スタッフ。はい。いらっしゃいませ。はい、すいません。どこでも、どこでもいいですよ。For today's video。じゃあもうここで、あ、ちょっと見せて。なるほど。じゃあこれでインタビューありがとうございました。はい。インタビューありがとうございました。はい、じゃあまた。じゃあこのシステム分かってるんですね。うん、ありがとう。じゃあこれちょっと遊んでいくんで、またありがとう。はい、さようなら。